皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのムック本です。アースミュージック&エコロジースターキルティングバックブック、開封していきます。はい、開封いたしました。こちらバッグ、そしてこちらの冊子が入っておりました。で、今回このバッグはローソンで販売しておりますので、お間違いなく。それではまずは広げていきましょう。はい、広げてみました。どうでしょうか。思ってたよりもちょっと小ぶりな印象ですかね。それでは詳しく見ていきたいと思います。はい、ポイントは何と言いましても、この星柄のキルティング模様かと思います。ご覧ください、どうでしょうか。はい、全体的に星柄で、この星の部分がちょっとぷっくりとした、そんな仕上がりになっているのもポイントになっております。この生地はポリエステル生地が使われてまして、バッグはとても軽いバッグに仕上がってますね。そしてここにブランドロゴが刺繍されております。シルバーのラメ入りの刺繍になっております。そしてここの縁の部分にもロゴですかね、こちらが、はい、取り付けられております。そして外側にはこちらにポケット、大きな外ポケットが2つついておりまして、中の方には最近大人気ですね。そして中はご覧ください、鮮やかなルマンドカラー、もちろんルマンドに対応します。そして後ろ側も見ていきますけれども、こちら側は特にポケットとかはついておりませんが、この星柄のキルティング模様がとにかく可愛いですね。そして底の部分写しましょう。このように幅広のマッチとなっております。で、底の部分はこう正方形に近い形になってますよね。上から下に向けてこう狭くなってきてますので、容量的にはちょっと小さくはなってくる形になると思うんですけれども、まあ、形がおしゃれな仕上がりになってます。で、横から見ますと、はい、このような仕上がりとなっております。そして上から写しますけれども、持ち手の部分はこの合皮の肉厚の持ち手が付けられております。ムック本でよくあるタイプの、はい、持ち手になっているかと思います。はい、こんな感じで取り付いておりますね。後で持った感じは写していきたいと思います。この辺りの合皮の質感もよく、高級感も感じられます。そしてショルダーベルトはここで取り付けられておりまして、取り外しはできない仕様となっております。幅は広めになっていて、サイズ調節もちろんできます。後で肩掛けはしてみたいと思います。反対側は、はい、こんな感じでついております。そして開口部は嬉しいジップ付きでございます。はい、このタイプマグネットボタンが多いんですけど、今回はジップの存在感があります。ジップの持ち手はここですね。はい、特に変わったことはありませんので、開けていきましょう。はい、スッと開けまして、中の方はこのようになっており、今回も美白夫婦が入っております。それでは中ご覧ください。内側は大流行のルマンドカラーとなっております。で、内ポケットなんですけど、前面の方は横幅いっぱいの大きなポケット、そして後ろ側は中央で分かれた2つのポケットで、3つの内ポケットがついております。はい、そしてこのジップがついている部分写しておきましょうか。こんな感じでポリエステル生地の裏 PVC 張りですか、このような仕上がりです。はい、そしてこの持ち手がついている部分はこんな状態で、ちょっとうっすら見えてますね。で、この星柄の、はい、キルティングの縫われている部分もこうちょっとだけ見えてきております。それではバッグにいろいろと入れながらサイズを見ていきたいと思います。まずは長財布からいきましょうか。お財布横にこう入れますと、はい、こんな感じで入りますね。ただ底の部分より長財布はどうしてもこう横幅が大きくなってきちゃいますので、ちょっとこう横の、はい、この辺にこう角が当たってくる、出てくるような状態にはなります。はい、そして飲み物、ペットボトル入れてみましょうか。 500ml ペットボトル、立てて入れることもできますし、横に倒すと、こんな感じで入れることができます。はい、で、仮に立てて入れてみましょうか。こうしておきます。で、そして折りたたみ傘もこのように入れておけますね。折りたたみ傘はさすがにちょっと立てては入らないので、ちょっとこう斜めな感じになるかと思います。はい、そして、はい、このように手帳とペンケースのセットも入れてみましょうか。先日の付録でありましたけれども、はい、こんな感じで入れてみます。
でさらには、まあ、このようにメガネケースを入れたりとか、ちょっとかなりきつくなってきましたけど、エコバッグはこういう内ポケットですね、小分けしておくといいかと思います。はい、とりあえずこれくらい入れまして、締めてみましょうか。はい、底の部分がちょっと狭くなってきてるんで、なかなか入れづらいところはありますが、これくらい入ります。まあ、お財布はできればミニ財布にした方がより、入れやすくなってくるかなとは思います。そして外側のポケットですね、こちら結構深さありますので、こちらの iPhone Pro Max ですね、 Pro Max シリーズの大きなケースもすっぽりと入ります。はい、念のためアルフォートも入れておきます。はい、問題なく入りますね。はい、それでは今日もバッグ持った感じを写していきたいと思います。どうでしょうか。ポイントとしましては、やはりこの星柄のキルティング模様となっております。はい、とてもおしゃれで可愛く仕上がっているかと思います。で、前から見ると、そして横から見るとこうですね。で、後ろ側がこのようになって、はい、こんな感じになります。で、今ペットボトル入れましたので、そこの部分ちょっとこう盛り上がっちゃっておりますけれども、はい、形的にはこう下に向かってこう細くなる、まあ、こういったフォルムになってます。はい、そして持ち手の部分はこのように合皮素材の肉厚なものが付けられておりますので、はい、持っていても手が痛くなりにくく、なっております。まあ、このあたりの質感も良くなってますので、可愛らしさの中にも高級感、上品さが出ているバッグかと思います。そしてこの状態での使い勝手見ていきますと、持ち方はこう手下げ、そしてこの、はい、このスタイルも問題なくできます。そして外側のこのポケット、スマホを入れておけば出し入れがとても楽にできますので、これは大きく深さのあるポケットなので、はい、とても便利かと思います。小物収納にも、はい、リップとか除菌ジェルみたいな、まあ、小物も入れておけますので、はい、2つ付いているのがポイントですね。そしてメイン収納は安心のジップ仕様となっております。はい、こんな感じでジップを開けまして、中から、はい、長財布もしっかりと入りますので、お財布取り出したり、あとは、小物は内ポケット3つ付いてますので、例えばエコバッグみたいなものとか、はい、小分けしておくことができます。そして折りたたみ傘も、しっかりと入りますし、あとはペットボトル 500ml のペットボトルも立てて入れられますので、そのあたりもちょっと小ぶりな印象ですけれども、必要最低限のものは入るかなというところですね。でジップをこのように、はい、締めて、はい、やはり安心のジップ仕様が一番嬉しいポイントかと思います。続きましてショルダーかけてみましょう。はい、ショルダーベルトを今一番長い状態にしてみました。そうしますとこのような感じで吊られております。はい、で肩にかけますと、あ、結構長いですね。斜め掛けしますと、はい、腰ちょっと下ぐらいまで来るので、長さは十分かなというところですね。そして使い勝手、この外側のポケット、これはやはり本当便利なポケットになっております。まあ、手をスッと入れて深さもありますのでね、はい、簡単に中のものが飛び出したりもしません。でメイン収納に関しましては、ジップ、はい、スッと、はい、開けましょうか。ちょっとこうやはりこうなってきますので、ジップがスーッと開くというわけにはいきませんけども、はい、まあ、ショルダーベルトの場合はちょっとこう手を添えてあげて、はい、こんな感じでいくと、はい、特に問題ないかなと思います。そして中からは、はい、先ほどと同じくこうお財布とか取り出してみますけど、はい、まあ、ショルダーで吊られることでちょっとこう開口がこんな感じになりますので、まあ、ですので長財布のような横幅のあるものを出すときはちょっとですね、引っかかったりするときがあるかもしれません。まあ、そのあたりはこの辺の持ち手をこう持ち上げながら、こう調節しながらこう、はい、出してあげると割とうまくいくかなと思います。そんな感じですかね。ペットボトルも入りますし、はい、といった感じで、あとはジップを閉めて、はい、まあ、このように、はい、使うことができます。そしてこの持ち手の部分もここでこう止まってたりせずに、こうパタッと倒れてくれますので、まあ、この辺りを邪魔したりはしませんので、はい、そこもポイントになってくるかと思います。ということで、手下げとショルダー 2way で持てる星柄のキルティングバッグ、おすすめとなっておりますので要チェックです。
お待たせいたしました。それではこちらのバッグ、今日も正確な容量を測定していきたいと思います。それでは参りましょう。 How many bourbon?バッグの容量は14ブルボンです。アースミュージック&ブルボンスターキルティングバックブック、おすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ここまでアースミュージック&エコロジースターキルティングバックブック紹介してまいりました。星柄のキルティングがとってもおしゃれで、ジップ付きなのがポイントですね。外側に大きなポケットもとっても便利に使えました。中は流行りのルマンドカラーでポケットも3つ付いております。まあ、ショルダーと手提げの2ウェイで使えるのも嬉しいポイントですね。ということで今回の動画以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回のバッグいいなと思ってもらいましたらグッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。